マカハンニャハラミタシンギョさて時は遡ることは南北朝時代、北朝第四代後光厳天皇は海縄弥彦法名は光雄と称された。父光厳天皇の第二王子、母は養禄門人藤原の秀子、始皇天皇の同母弟にあたる。室町幕府内部の紛争で北朝の天皇皇太子が廃され、公平一党により北朝の天皇が不在となるが、足利義明によって親王宣下も新規もなく、小伏見天皇以抗議門院の命令という異常な方法で即位した。在位20年の間、南北両朝の抗争のためしばしば都を脱出し、伊能近江など諸所に難を逃れた。多州後光厳院百首和歌、日記後光厳院漁記が残されている。1374年応安7年文中3年1月の29日、崩御なされました。重ねては平安時代は後期の天台宗の僧、僧侶上人は京都将軍門跡の改ざん、本山派修験道の始祖で一乗寺僧正と号した。本能大納言藤原の常助の実子、国際で自問派本庄寺に日出して上演に指示、教演の下で出家得度、教官から伝報官上を辞法、大峰葛城熊野へと入部して苦修練行、弾き等に優れ方言を発揮、白河天皇堀川天皇二代のご自僧を務め、栄達の道を歩む。孟徳三年1086年に権代僧図に、漢字四年1090年に白河上皇の熊野詣での先達を務め、初めて熊野三山兼業に干された。白頭に聖護院を建立、昭和2年1100年に御成寺長理に、長寿2年1105年に第39世天台座主に推されたが、比叡山三門派の反対で翌日に辞退した。大僧正に昇進し、13か寺の別当を兼任、仏教界の第一人者として活躍した。1116年永久4年1月の29日、享年85歳にてご宣言なされました。重ねては江戸時代は中期の神道家、博学者の賀茂祐幸殿は、神官の父賀茂祐長のもと、長城の国愛宕郡に生まれた。本姓は賀茂の阿方主、家名は梨の木、通称は左京軍太夫九歳と号した。家業を継ぎ下鴨神社の士官となり、正三位に叙された。山崎安西に学び、水火神道の第一人者と目された。元禄7年1694年、下鴨神社の水尾を嘆き、朝廷に皇帝16世紀初めから中断していた葵祭りを再興した。著作には大屋島木神代和芸日本一史などを表した。1723年享保8年1月の29日、享年65歳にてご帰依なされました。重ねては江戸時代は中期の儒学者、三宅正斎殿は、播磨の国は明石の生まれ、
海縄重本あだ名はサリゴリ通称は義左衛門または丹治詳細は後京都に出て医学を学んだが19歳の時山崎安西に入門佐藤直方浅見圭斎らと共に鬼門三傑と称された安西の没後江戸に出て武蔵の国を師範に仕官したが藩主安倍正隆にしばしば直感して怒りに触れ幽閉された3年後に赦免され後に京都で私塾を開き多くの門人を養成した著作には老地録、国史記録、養子弁償付録などを表した1741年元文6年1月の29日去年80歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は後期の乱暴医戸塚清海殿は東東美の国掛川の以下に生まれ海縄是安あだ名は総督春山と合し清海は通称儒学を松崎高堂に学び南方医学を歌川謙信に学ぶ文政6年1823年長崎へ塔を赴き P ・シーボルトの鳴滝塾に入門したシーボルト事件に連座し一時入牢されたが赦免され後に江戸に出て開業し名声を博したまた薩摩藩の江戸詰め藩議となりさらに幕府に招かれ奥医師となり法院に叙せられ南方医として初めて将軍の侍医となった伊藤玄牧坪井新道らと共に南方の三大家と称された1876年明治9年1月の29日去年78歳にてご逝去なされました。重ねては明治時代の養蚕改良家木村九蔵殿は上野の国群馬の出身旧姓は高山武蔵の国児玉郡の木村家の養子となる養蚕改良結社高山社を組織した実兄の高山長五郎と共に養蚕の研究に取り組み明治5年立派温暖育と称する飼育法を考案中年養蚕改良共進組土地の共進社を組織し養蚕技術の改良と普及に努めた14年新三州白玉新選を創出した兄長五郎の活躍に刺激され高山社と競いながら切磋琢磨した1898年明治31年1月の29日去年54歳にてご逝去なされました。重ねては明治時代の浪曲師初代なにわ手駒吉殿は本名桜井駒吉名古屋西門のなにわ手辰之助右衛門か幕末期に江戸に出て説教浄瑠璃の日暮らし流木を知り西門の愛の手に説教武士風の三味線を使うことを勧められ愛三味線に一代の名曲師戸川照の協力を得18通りの役武士を完成維新後東京で初めてお座敷なにわ武士の看板を掲げた組合では二代目頭取を務め浪曲界の第一人者として落語の三遊亭圓朝講談の二代松林白猿と同等の木戸線を取って満員を続けた人気のある芸風で黒田清隆三条実富大江卓などの名士にも愛された1906年明治39年1月の29日去年65歳にてご逝去なされました。重ねては幕末から明治期の実業家政治家の大見は長兵衛殿は
筑前の国福岡の生まれ、生家は代々箱崎八幡宮大宮寺を継承したが、九州各地への漫遊の旅の末、大永4年1851年長崎へ途を赴き実業家入りを決意した。文政5年1858年大阪に出た後、海運業問屋業で成功を収めた。明治11年1878年第58国立銀行を設立。その後同頭取に就任。また大阪手形交換上会と大阪府議会議長、大阪市議会議長などを歴任。その一方で15年には大阪女学校を創立。24年朝鮮政府の招きに応じ、顧問として貨幣制度改革に参画し、政府鉄道の設立発起人を務めた。31年から衆議院議員を務め政友会に属した。1908年明治41年1月の29日、後年74歳にてご逝去をなされました。重ねては明治大正昭和期の実業家政治家の内藤久弘殿は越後の国新潟の出身。明治21年山口権三郎らと日本石油を創業、社長に就任した。秋田県黒川油田を掘り当て、大正10年には業界2位の宝田石油と合併し、日本の石油王と呼ばれ業界を独占した。一方政界へも進出し、衆議院議員を務め当選2回を数え進歩党に所属。さらに貴族院議員に直選された。土佐国辞典春風秋録などを表した。1945年昭和20年1月の29日、後年87歳にてご逝去をなされました。重ねては明治大正昭和を生きた実業家政治家の桑原房之助殿は山口県の生まれ、慶応義塾を卒業後有村組や藤田組に勤めたが、1905年独立して赤沢銅山を買収し、日立鉱山の地に桑原工業と会商を経営。その後1918年桑原商事、1920年日立製作所などを設立、実業界の雄となる。1921年所持業を義兄の鮎川義介に委ねて政界に転じ、田中義一内閣の逓信大臣、立憲政友会幹事長などを歴任した。1936年の226事件の際、右翼に資金を提供して反乱補助罪に問われた。第二次世界大戦後公職追放されたが、退職は日ソ日中国交回復に尽力した。1965年昭和40年1月の29日、去年95歳にてご逝去をなされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先人尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。